こんにちは、マヤのお料理教室を運営している近藤マヤです。今日は糖質と脂質を抑えたティラミスを作ります。まずはじめに豆腐を水切りします。今回は電子レンジを使って水切りをします。キッチンペーパーを3枚ほど重ねたものを用意して耐熱のお皿の上に載せます。それでキッチンペーパーを畳んで紙が重なっている方を下にして、このまま電子レンジで600ワットで2分ほど加熱します。その間にコーヒー液を作ります。インスタントコーヒーにお湯を入れます。お湯を大さじ2入れて溶かします。今回は低脂質低糖質のティラミスなので、ボトムのよくスポンジが入っている部分は今回はオートミールを使います。このオートミールにコーヒー液を浸しておきます。オートミールは水分を吸収するので、なるべく早めに混ぜておいてください。加熱した豆腐はすごく熱くなっているので気をつけて触ってください。水切りした豆腐をボウルの中に移します。今回は低脂質にするために脂肪ゼロのギリシャヨーグルトを使います。今回はオイコスを使います。それからレモン汁も入れます。そしてお砂糖の代わりにパルスイートという甘味料を使います。これすべてをミキサーにかけるかブレンダーで滑らかにします。豆腐の塊がなくなったらクリームの部分はこれで完成です。大きなバットで作ることもできるんですけれども、食べやすいようにプリンカップに作ります。まず先ほど作ったオートミールの生地を4等分にして4分の1ずつを下に敷きます。下に敷いたら横から断面がきれいに見えるように少し潰します。そしてクリームの部分を入れます。3分の2ぐらい入れたら残しておいたオートミールを入れます。そして残りのクリームを入れます。入れ終わったら布の上で数回叩きつけておきます。今は豆腐が熱々の状態だったのでクリームの生地がトロトロな状態になってるんですけれども、冷蔵庫に入れて2時間ほど冷やすと今はトロトロの状態なんですけれども、きちんと固まってティラミスっぽくなります。ティラミスが冷えたのでデコレーションします。上にココアパウダーをふるいます。これで完成です。マヤのお料理教室はオンラインで個人授業を開催しています。それからインスタグラムでは低糖質や低脂質のお料理や北海道素材をたくさん使ったお菓子などたくさん載せていますので、詳しくは概要欄から見てみてください。